コスモスポーツにデロリアンと。いやーいいね、デロリアン。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらデロリアン。いやデロリアンすごいですよね。あのバックトゥザフューチャーでね、タイムマシンとして使われてたのが有名ですよね。これね、オールねアルミボディなんですね。ここもこれもアルミかな。わあすごいな、すごいな。わあすごいね、広く使えますね。こんだけね扉が開くとね。いやもうザ・アメリカっていうねデザインですよね。当時はすごいね未来チックな、デザインだったと思います。これも確かジオジアーロデザインだったんじゃないですかね。すごい4本出しのマフラー。いやーいいね。いや結構古い車なんですけど、あの程度がねものすごいですね。やっぱりいやホイールがかっこええわ。内装がねこれちょっと乗ってみたいですよね一回ね。うわーこんなメーターしてんのデロリアンって。スピードメーター、これはキロじゃないですね。で右側が、タコメーターか。へえー、ご注文ください。でちょっとね、ボタンらしきものがいっぱいありますね。マニュアル車で、まあ、2人乗りということで、まあ、後ろはねちょっと荷物が置けるような感じですね。シートはねもうさすがにもう顔張りなんですけど、もうボロボロですね。なんかこういうところに謎の穴が開いてますね。これ何でしょうか。これねタイムマシーンだったらねこの辺にね、なんか転送次元装置みたいななんか三角形のありましたよね。でこれタイムマシーンのね、バックトゥザフューチャー2から、ここにねなんかこの辺になんかバナナ突っ込んだら、ガソリンなんか燃料になるみたいな、ゴミから燃料取れるやつもありましたよね。いやデロリアンかっこええわ。これ乗りたかったな。はい、というわけで、今日は、デロリアンでした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バックトゥザフューチャーのね、タイムマシーンになった、デロリアンでした。じゃあね、バーイ。